メディアを中心に話題沸騰中。アトレティコマドリーが久保獲得に98億円用意。スペインマドリードの有力情報サイトによると、今夏に補強したアルバレス、ノルマンが期待外れに終わったアトレティコマドリードが久保の争奪戦に加わったと報じた。また、今回の移籍話で鍵を握るのがグリーズマンの去就だ。グリーズマンのプレイスタイルは同じ身長の久保と酷似しており、アトレティコでは年齢的なこともあってまだ高く売れるコンオフに放出されると現地ではもっぱら。グリーズマンの後継者として久保のアトレティコ入り情報の信憑性は高いようだ。なお、久保は今年2月、29年6月まで契約を延長。その際にソシエダとの契約解除金移籍金を98億円に設定したと報じられている。冷静にアトレティコの立場で考えてみても、久保を欲しがるのは納得できる。何気にリバポやらのプレミア勢より、アトレティコみたいな。熱いシメオネのもと、竹がどんなプレイをして沸かせるか見たすぎる。久保にとって悔しい思いをさせれたにクラブと対等に戦えるアトレティコに移籍するのは胸熱だな。本当の意味で見返せる。竹は守備もサボらないしシメオネに合うだろうし、シメオネ自体竹をかなり対策していつも試合に臨んでることから特別視してたのは伺える。レアルは戻すつもりは多分ないし、バルサも年齢や技術含めてヤマルがいるのに取らないと思う。右ウィング以外を想定していると選択肢は増えてる思うけど、現状アトレティコが現実味あると思う。リーガで続けるとしてもバルサとレアルがもう獲得しないとしたら、リーガ3番手に位置する CL 常連のアトレティコは一番ベストかと。シメオネは久保をかなり評価してるはず。それはシメオネの久保対策を見れば十分伝わってくる。対策をしてくるということは久保のストロングポイントも理解している可能性が高い。久保が加入したアトレティコがリーガや CL で活躍するところを見たい。アトレティコは最もいい選択肢。これ以上ないと思うから移籍してほしい。